ンポン。誰やねんこんな時間に。はい、ちょっとお姉さんこの商品買い。キャー、いやこれ物理的に扉に顔挟まってるだけだから。急になんやお前。夜27時の玄関に顔挟まってるドッキリ。恐怖の極みだよ、やめろや。ドアインザフェイスとは、本命の要求を通すためにまず過大な要求を提出し、相手に断られたら小さな要求を出す方法です。具体的には100万貸して。いや無理ちょびりん。じゃあ100円でいいや。100円なら貸しちゃるよんみたいな感じです。だそうですよ。ほん、つまりバカ野郎、最初に大きい要求をして断らせてから小さい要求を通すっていうテクニックやろ。ああ、どうか聞かせて。お願いして断られたらバッタ売るみたいな感じ。いやその例えはわからんけど。今度はなんや。キャー、夜21時の玄関に下半身挟まってるドッキリ。もう事故現場だよこれは。いやもうこれ何も関係ねえよ。っていうかお前二人ね、久々に影分身しました。ああ、なんかそんな技あったな。では久々の再会を祝しまして交流をさらに深めましょう。はあ、別に映画。では。お。ピンポン。何してる何してる何してる。何してんだよボケ。窓に立てかけし寄生虫。怖すぎ。何の話や。うっせえっせ。なんだよ。雑談といえばこれでしょう。窓に立てかけし寄生虫。どれだよ。雑談って、もしかして、木戸に立てかけせし移植獣のこと言ってる？木戸に立てかけせし移植獣とは、会話のテーマとなるものの頭文字をつなげて作った文章のことです。初めから順番に、気象、道楽、ニュース、旅、知人、家庭、健康、仕事の頭文字を並べてます。あ、そうだ。はい、これあかりちゃんのセクシーショットね。おめえ何の話してんだこら。じゃあお話ししましょうね。天気について、今日は晴れですね。会話になってませんが。じゃあ趣味は何ですか？嫌だから話せないんやろ。まあでも、ちょっと可愛くありません？まあ、ちょっとな。あかりちゃん並んでください。なんでや。いいから。しゃあないな。身長が高いのは？イエイ。おい遊ぶなや。モデル体型なのは？イエイ。しばき倒すぞ。じゃあ可愛いのは？左。お、可愛いのは？左。かわいい。左。くそか、絶対てめえにかわいいって言わせてやるからな。趣旨変わっとるやんけ。勝負だ。うわ、こいつ勝てそうなやつ持ってきやがった。かわいいのは左。かわいいのは左。振りこては左。なんで負けに行ったのお前。入れ替わる。かわいいのは右。はは、受ける。ピンポン。お願いします。何を？甘やかせ、やっぱりしょ。ふざけんな。お前、サムネ的についなちゃんを甘やかす流れやろうが、テーマと違うことすんなや。やだ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 。甘やかせ、甘やかせ、甘やかせ、甘やかせ。消しゴムみてえな微振動やめろ。甘やかせ、甘やかせ、甘やかせ、甘やかせ。まるで子供やな。私があやしてみせましょう。ついなちゃん、子供がぐずった時はこれ。みんな大好き、ペロペロキャンディー。マスコット前ですぎ。どこ舐めんのこれ。ここ。いや、これじゃあ頭まで舐めちゃうやろ。誰の頭舐めとんねん。舐めてんのか。ややこしいから喋んな。甘やかせ、甘やかせ、甘やかせ、甘やかせ。まるででかい赤ん坊やな。を話すときにはこの曲が好きらしいですよ。また絶妙に年代バレそうな曲持ってきたの。低音ボイスが赤ちゃんの耳を心地よく揺らします。はぁ、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。ダイソン、ヘビ、歌詞が微妙に違うのと低音じゃなくて可愛い声。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。ポイズン、息ぴったりやめろ。ピンポン。いやそろそろ衣替えですかね。もうそんな時期か。確かに最近寒くなってきたもんな。以前までの制服に戻すのはいいんですが、他にもたくさん服あるんですよね。ああ、確かに。あまり着る機会もないよな。ファッションショー。さあ YouTube、 ニコニコ動画でこの動画を見てくれてるみんな、みんなも二人のいろんな衣装を見たいよな。なんやこれ。ではお着替えお願いします。いやいや、おめえはこっち側だろうがよ。何どさくさに紛れてそっち逃げて。さあまずはコスプレの王道っちゃ王道、白衣の天使と呼ばれるその姿を見よう。なんでしょうだはず。うおー、献血されてー。なんやこいつら。ゆかりちゃんは？私はこれで。それはもう別人だろうが。お前の衣の範囲どうなってんの。お次はここは異世界、超絶キュートな勇者様のおなり騎士っぽい衣装だー。うおー、スライムになって着られてー。なんやこいつら。ゆかりちゃんは？私も異世界系衣装あるんですよ。へえ、こんな感じです。なんか着られる側の形してんな。はい、終わり。終わりです。あれ、露出多いのとかは？ねえよ。じゃあ一触れだけちょっとムフフなやついきましょうか。はあ、せーの、ちょ、ま、ムフフなやつみんな見れましたかね？いや、さすがに見えねえだろ。てか次からの衣装どうすんねん。まあいつもの制服ですかね。一応学校ですし。ああ、まあせやな。そもそも別の衣装の選択肢なんや。髪型だけ変えるとか。